はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、まじまとね、武術会の方を、引き続きね、鈴木チームで、戦っていきたいと思いますってことでね。まあ、ちょっとね、編成が、今のチームに落ち着くまでは結構負け越していたので、まあ、これからね、盛り返したいよっていうことでね、X 上がるどころか、S2 に下がってるんですが、やっていきましょう。ここはとりあえず右かな。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、動画のね、200本目はガチャ動画にしたかったっていうのもあって、その間ね、戦ってなかったので、またちょっと、どんな感じで戦うかね。忘れてるんだけど、これは鈴木から入ろうか。レインボーサイクロン当てて、グオーさあ、続けて、どうしよっかな。そうだな、ちょっと迷うけど、でも挑発クラマ、鬱陶しいな。次元刀フローか。デバフもね、今んとこそんなに急いで解除したいものはないかな。でも火ダメゾーン2ターンは消しといた方がいいか。じゃあデバフ消しましょう。そしてボタンをね、バリア張る前に倒したいっていうのと、ムクロがね、ただムクロに攻撃通るやつがないんだよね、今。羽クラマもちょっと今回の配置はね、前3なので前列に入っちゃう。ムクロを2ターン目までに落とそうと思ったら、こっからこうかな？それでも落ちない気もするんだけど、まあちょっとこれで行ってみよう。いけ！ぐわぁ。おし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 。後ろ落ちた。これはでかい。オッケー。まあこれなら落ち着いて次元刀フロー。そして、どっちから行こうかな。まあ、コエンマが多分一回生き返るから、こうして生き返ったところに、これを当てていこう。くらえ！おし！おう、ボタンも生き返るのか。なんだ。どっち殴っても一緒だったな、じゃあ。はい。まず一勝。さあ、次。今回は、真ん中が総合力的には近いけど、東野が嫌なので、左かな？さあ、行ってみよう。ちょっとトグロで、鈴木が落とされんように注意したいところだが、これはどうだ？まずデバフ消しからかな？違うな。鈴木のレインボーサイクロンで、耐性ダウンつけたとしても、桑原で解除されると嫌なので、ここに対して、先にこっちを打つか。ギャー！ あー、それは無理。それはちょっとゲームセット。光栄全部、吹っ飛ばされた。これはおとなしく、ちょっとやられましょう。一応ね。戦ってる風にするけど。まあダメでしょう。ぐえー。トグロ強えな。まあ今のはちょっとしょうがない。次は、右だね。行こうか。
本当にあとのこと。相手も綺麗に属性が散ってるけど、別に鈴木がいるわけではない。ここは、デバフ解除から行くか。比叡のちょっと黒竜派怖いんだよね、でも。魔風館から入るのもなくはない気がする。まあでもデバフ消そう。ギャーそれ嫌なんだよ。前さんだから羽クラマも高烈に届かないしな。魔風館しますか？いや、どっちだこれ。鈴木でもいい気がするな。いや、でも落ちる前に魔風館打っとくか。そして、鈴木を打つ。ぐおー、そしてどうするか。これはでももう、クラマ横、使うしかないでしょう。前列をね、蹴散らして、仕留められない。ちょっと、羽クラマ落ちちゃいそうだから、まあ、羽クラマ死ぬ前に打っておいて、あ、そうか、回復もついてんだっけ、これ。うわ、まだまだ使い慣れてないから知らないことが多いな。これよく見たら体力回復ついてたわ。そして、これどうしよう。まあ、どっちかに鈴木打つんだけど、比叡技両方打ったよね。ムクロの方が、あ、違うな。ムクロも攻撃してたな。比叡のが早いか、じゃあ復活は。うわー、ほらねー。先制取れない。この一対一は無理。惜しいな。今のは惜しい。一つ前のね、トグロに吹っ飛ばされたのはしょうがないとしても。で、これか、厳しいな。真ん中かな、でも。チャンスがあるとすれば。本当にあとのこと。揚力パっぽいので魔風館から入りましょう。そしてできれば、桑原にね、デバフ解除されないように倒しておきたい、鈴木打つ前に。なので、次元刀振るのかむしろ。あ、違う。これあれだ。後ろ3だから、レインボーサイクロンもう打っちゃって、それから、これを使って高烈攻撃するか。これで耐性ダウンついた。ぐわー、そー、その威力はないよ。そうか。なかなかね、勝てるようになってきたと思ったんだが、今回は、一気に後退している。左だね、でも。行きましょう。さあ、これもね、やっぱ揚力メイン、違う。この、心の修羅がちょっと鬱陶しいな。全体攻撃がしにくい。まあ、一旦読みのオートスキルのデバフを解除するっていうところから行こうか。ガッと、できることがなくなった。コエンマと桑原逆のがいいかな。まあそれは置いといて、まあとりあえず、少しでも可能性のありそうな手を打つけど、まあダメだろうな。カウンターがね、ちょっと残ってんのが鬱陶しい。カウンター消してから攻撃したいんだよな。ぐわー
はい、ちょっとダメでしたね。一体も落とせないか。それは悔しいな。はい、ちょっと連敗がまた始まってしまったな。これは30万超えだな。無理だな。一応左の方が多少増して感じかな。で、一応今日ね、水曜日、木曜日じゃないね、水曜日なんだけど、そうだね、ちょっと待って、アタッカーばっかり、あれ、これ前戦った相手じゃない？鈴木から行くんだっけ。鈴木から行って、そしてここにサイド鈴木を打って、あ、これ勝ったパターンじゃないか。で、クラマを打つ、落とせる。そう、あーダメだ、これはマジか。うわー、今日全然勝ててなくない？いや、1回だけ勝ったか。1勝5敗？それつらいな。もう1回ちょっと行くか。あ、そっか、 CM で回復があるのか。 BP の方も手術の報酬は人生の一部をいただくこと。まあ読みのデバフ消すとこから行きますか。で、これ使った後は魔風感して、いや、しかし今日勝てないね。惜しいのもあったんだけどな。で、鈴木を当てていく。あーっと、次クラマやりたかったんだけどね、ちょっとダメだったね。ただバリア張られる前に読み落としときたいので、これはしぐれかな。 OK。さあ、そしてここはクラマを落とすために鈴木でいいかな。落ちない、全体がないからな。あ、ユウスケが何かで落ちていった。やけどか毒かちょっとよく分かってないけど、じゃあコエンまでとどめか。あー、足りない。よし、 OK、 やっと勝てた。262、遠いなぁ。今日ちょっと全然勝ててないからね。ただまた動画が長くなってしまう、長くなってしまうが、もう一回だけやろう。そう、CM で BP 回復できるんだね、今ね。ちょっと動画撮ってるから見ないけど、どうしようかな。これさ、鈴木のさ、デバフじゃなくてバフの方から入ってみる？防御アップもするから。と、これを使って、よし。ぐわーっと。で、相手のね、修羅としぐれ、殴りたくないんだよね、必殺技でできれば。って言って、でもちょっと、あー、そっか、だから単発これで落ちるかどうかか。いけ、おし、復活もしない。これどっちから落とすのがいいんだろう。あー、ちょっとターゲットしっかりしとけば落ちてたかも今ので。もったいないな。
まあ、修羅から落とすか。あー、回復された。ただこれね、ちょっと必殺技使わないで殴って落としちゃいたいんだよな。どっちか防御上げとくか。オッケー、超オッケー。これでレインボーサイクロンオッケー。これは勝ったね。はい、オッケー。よし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 。はい、というわけでね、後半多少盛り返しましたが、今日は結構盛大に負け越しちゃいましたねって感じかな。で、鈴木チームもね、こうやって試していきたいとは思うんだけど、一応 X ランクにはね、やっぱ上げて終わりたいので、ちょっとね、動画抜きで、しばらくね、メインパで X にね、戻しちゃう、戻すというか、X まで上げちゃおうかなと、今度はね、思います。まあ、これは、また週が変わったら再挑戦するっていう形にしようかなと思います。でね、もうちょっと他にもね、いろんなチーム試してみようかなというのは思ってるんですが、まあ、これとかもね、もうちょっと、獅子若引いたらね、トリプルバリアの上にトリプルカウンターのチームを作れるんじゃないかっていうね、ええことも思ったりはしてるんですが、まあそんなね、カウンターチームとか作ってみようかなと。まあ鈴木のね、5色チームも今後もちょっとどんどん試していきたいかなと思いますが、とりあえずね、週折り返しちゃうので、まあ報酬の霊石取っとかないとね、引きたくてもガチャ引けないっていう状態にもなるので、今後はね、一回会心チームに戻して、X ランクまでね、スコアをね、稼いでおこうかなと思います。ってことでね、今回の動画はこれで、終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。